タイムキーパーの皆様、こんにちは、サモライです。本日やっていくのは3章の簡単な進め方、そして、ボス戦についてです。3章に入ってみると実感すると思うのですが、敵の耐久力、これが大幅に上昇しております。さらに敵の攻撃力も上がっておりますので、この時点からだいぶ、強化とか、キャラクターを意識していきたいところだと思うのですけども、今回はですね、基本的にはこちらのソネットとララファウンテン、この2体を主軸にアタッカーも用意して育てつつ進めていけば余裕でね、クリアできるというところをお見せしたいと思います。そして、この構成の何がいいって、ソネットは、確実にゲットできるレア度5のバフ要因、さらにララファウンテンはレア度3でガチャでとても出やすく、さらに優秀な回復能力を持っているという点です。あと前回の動画でもお話ししたんですけど、レア度が低いので洞察レベルの上限アップを簡単に行うこともできるんですよ。ではですね、私はこちらのエターニティを、主軸のアタッカーとして、今回選ばせていただきました。洞察をするためにはアイテムを揃えなければならないわけなんですけども、必要なアイテムというのは、クリックしていただければですね、そのアイテムを押していただくと、どこで入手できるというのが記載されております。ショップで買うことはもちろんできますし、あとは、今までやってきた場所のデンジャラスモードで、手に入れたりも、できるようになってます。その時のスタミナだったりですね、自分が持っている道具の数なんかも見てみて、その辺を集めていただければなと思います。レベルが限界まで上がった状態でさらにアイテムも全て、揃いましたら早速、洞察やっていきます。この時に、レベルが1に戻ってしまうんですけども、ステータスは上昇したままとなっておりますので、もし洞察ができるようになったら、すぐにでもね、やってしまっていいと思っております。このようにですね、基本ステータスがアップして、さらに、伝承、このように新しいスキルもね、つくんですよ。キャラクターによってその辺は、変わってくるんですけども、間違いなくパワーアップはするんでね、洞察おすすめです。で、レベル1から40まで今度上げられるようになりましたので、こっから、3章を進めつつ、レベルの強化もね、どんどんやっていこうと思います。という感じで進めさせていただきまして、最終的には、エターニティとソネットが、洞察1、さらにララファウンテンが洞察2で、先ほどのレベルまで育て上げることができました。で、今やってるのがボス戦になるんですけども、相性は最悪でしたね。そう、まさかの、ララファウンテンだけは有利だったんですけども、他2体が、不利と。ここまで育てたんですけども、まあね、でもこれでやってしまおうという形で今回はやっております。結果的なとこから申し上げますと、この勝負、勝つことができました。さらに、強化するものはですね、まだ、この時点ですごい残ってたんですよ。ララファウンテンなんてレベル5ですからね。そう、洞察2で、ステータスは強化されてとはいえ、レベル5で、この場に立っております。そしてこのボスバトルはですね、2回に分かれてます。前半は、特に何かを気にする必要はないんですけども、2回連続で攻撃をしてくるパターンがありますので、ソネットさんの、こちらの技を使って相手の攻撃を阻止してあげると、楽に立ち回ることができるようになっております。あとはそこまで気にしなくて大丈夫ですね。回復しつつ攻撃をどんどん加えていきましょう。そんな感じで倒すとですね、2戦目に突入するわけなんですけども、ここで出てくるこちらの要塞、いや、これが結構厄介です。この敵の、バフみたいなものなんですけども、あの要塞がある限り、このキャラクターが強化されている状態になるんですよ。なので優先的に片付けるべきは、要塞の部分。もちろんね、この敵もどんどん攻撃を繰り返してくるんで、なるべくだったら
攻撃を抑えつつ周りを駆逐していくのがベストです。範囲攻撃なんかも使ってあげるとさらにいいですね。私はこの時ですね、一番最初に要塞は壊さなくても最初に敵のボスを倒せるんじゃないかなっていう気持ちでやってたんですよ。ただこれは厳しいなっていうことに気づきまして、途中から要塞メインの攻撃に変更しております。ちなみにこの要塞はですね、一度倒してしまえば復活することはありません。それもあって優先的な排除を狙いたいですね。そこまでやってしまえば最初のバトルとほぼ、変わらない状態で、敵を倒していくことが可能になっております。回復しつつバフをつけて攻撃を阻止する。さらに、その他の攻撃でどん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 削っていけばこのように、倒すことができますので、ぜひやってみてください。という感じでいかがだったでしょうか。今回は3章の簡単なクリア方法、さらに、ボス戦に関してやらせていただきました。これからもですね、こちらのゲーム、また動画の方も出していこうと思っております。ぜひチャンネル登録もよろしくね。では最後までご視聴いただきありがとうございました。エルプサイコングルー、お疲れ様。